はい、この GoPro には実はねあの隠された機能というか本来搭載されていない実験的な機能というのがありまして、まあ、GoPro ラボっていうところで公開されている公式のファームウェアがあるんですがそのファームウェアを入れることで、まあ、あの本来使えないはずの機能が使えるということでそれを試してみたいと思いますその中でも 12GB チャプターという機能がありましてでその機能というのがまあ 本来 GoPro っていうのは 4GB のファイルサイズで録画した動画ファイルが生成されるんですがこの機能を使えばファイルサイズが 12GB まで拡大されるということで 4GB ごとにファイルが区切られていたのが 12GB ごとに区切られるようになるのでまあ比較的管理がしやすくなるというメリットがありますまあデメリットもありましてデメリットとしては 撮影した動画を GoPro 本体、この本体でプレビューできなくなるという、撮影した動画を確認するのがちょっとやりにくくなるという、それだけかな。で、そのインストール方法なんですが、まず GoProLab のファームウェアをインストールして、QR コードを読み取って新機能を解除していくという方法になります。で GoPro Lab のファームウェアは g、えー、GoPro ラボファームウェアの ZIP ファイルをダウンロードしてからアップデート ZIP にリネームして回答してでマイクロ SD カードにそのアップデートというフォルダごとをコピーしてそれを GoPro 本体に入れてで GoPro の電源入れるとなんかこれアップデートしていますっていう画面が出るんですよここにで、まあ、2回ぐらい再起動したらこういう画面になる。と起動した時に こういう画面出るんですこういう文字 g o p r o l a b b e t a f i r m w a r e っていうこの文字が出るんですよねこれこの状態で、えー、その新機能を解除していくんですけど Larger Chapter Support っていうので,でこのチェック入ってるのを確認した上で QR コードを GoPro で読み取ればそう新機能が解除されるみたいさあ解除されるでしょうかおいったななんかピッピッつったな これれで録画ししててみてのファイイルサイズになれば成功したっていうことですねただこれにはちょっと注意点がありましてあのクイックキャプチャーって言って電源オフにした状態からこの録画ボタンを押して録画を開始するクイックキャプチャーという機能があるやん GoPro に。それを使った場合これねそれを使って録画した場合は通常通りの 4GB のファイルサイズになります。 ククイックキャャプチャーを使った場合はなので 12GB ファイルサイズで撮影したい時はあらかじめこう電源をオンにした状態で,でこの状態で録画するといいということですねじゃあこれ一回あの録画してみて 12GB のファイルサイズで区切られるかちょっとテストしてみたいと思いますまあ適当な動画撮ってみようかでも 12GB の動画ってどれぐらいやろうな 4GB で10分ぐらいやから結構時間かかるんじゃん。でこの,の 12GB のファイルサイズの機能なんですがこの機能については使える機種が決まってるんですヒーロー8と9と10あと MAX のみで使えるとかだから7では使えないんですね。でかいファイルサイズ作るからね取り扱いもパワーいるから発熱もすごそうやね。 発熱するからあまり良くないっていう話もあるけど、まあ、使ってみましょうでこれはこの機能を解除するときは、まあ、さっきと同じように電源入れてこのチェックを外した QR コードを読み取れば解除できるんですねでもう一回やりたいときはこのチェック入れたら QR コード変わるやんこれで切り替えるみたいほらというわけでまあ録画してみようえ GoPro 撮影したんですがまあ 10分,ぐらいかな10分か11分ぐらいで熱暴走で落ちてしまいましたね。やっぱりね、これめっちゃ発熱するみたいな。4K で撮ってるっていうのもあるけど、4K かつ 12GB 区切りだとかなり発熱するみたいで、うん、どうやらな、バイクの場合、まあ、風当たるからマシかなって感じですけど、普通にこう、手持ちで撮る場合は、 4GB 刻みの方がやっぱり手持ちの場合はね取りやすいかもね普通は 4.01GB なんですよね通常 4.01GB で制限が入るというかファイルが別々で分断されていくんですよねえー、さっき撮ったやつは、まあ、4GB の壁を越えてるねプレビューはこの GoProQuick っていうアプリでできるので あんまり問題ないですねあの GoPro 本体でプレビューできなくても GoPro クイックでプレビューすればいいだけやねただちょっとやま発熱が発熱がえぐかったので手持ちで撮影する時はちょっと注意が必要かもしれない GoPro クイック GoPro クイックじゃないや GoPro10 を120120 120ゃは 12GB のファイルサイズに制限解除してみましたが熱暴走でやっぱ落ちるという結果になりましたね